はい、追加やっていきたいなと思います。まあ、前回は、トグロ島30回でやられたんですけど、どうやらこれ、救済が自分自身でできるということなので、まあ、頑張って、救出完了いたしました。おそらく、これ、まあ、復活すると思うんで、ちょっとやっていきたいなと思います。OK。よし。いやー、多分ね、5割バッターになんか、杖のあれ跳ね返されて終わった気がするから。あ、よし。どこまで行ったっけ？あ、そうや、幸せとかあってんな。あ、そうやね、復活のやつをめっちゃ使ったから、ちょっと待ってよ。お金、少ないな。買った、覗いて、これがなんか分かれんからな。毒槽、混乱槽、ドラゴン槽。あれ？あれ、商品じゃなかった。一時しのぎな。ちょっと待ってよ。痛み分け、傷口、識別。痛み分け欲しいな。悩む。白紙もあるからな。ていうか、今見たけどさ、巻物の名前を書き込んでって、あ、なんか、今までってあれじゃなかった。特に、なんか、好きなやつ書けたイメージがあってんけど、ひょっとしたら違う。置くと。一時は、これ広いかい。これは高い。まあ、まずこれで。お、こう何？山彦。攻め！何これ？あかん。まあ、こんな感じでいっか。うわあ、階段があった。すぐ近くにあったんやな。これで、待って。待って、これでやられたら、あかんで。自分。行っちゃう？もう。真空切りも。さあ、すっげえマジ急いで来ちゃった。また来たぞ、赤石で。ジェガークのやつ強かったけど、今度こそ。おー、すげえ。パス。ああ、消えた。ウェイ。おー、来た。うわー、来たなー。落ち着いこうぜ。そうですね。まずはここはジャガック、ここに強いモンスターたちがいる。ただ、狙うはジャガックだ。はい。でもなー。見渡せるような。あれ、できない？高飛びか。やっぱりな。
あ、2ページ目があった。混乱、いや無敵、背中がある、混乱して混乱しやっていただいて、で背中で、でもう一回真空じゃなく早くない、混乱なになに、うっそでしょ、約束、まあないようにマシや、ここで79、うわーねえないけど、嘘、外したかな、じゃあ痛み分けやって、嘘でしょ、あでも毒石あるんか、焼きおにぎり回復するから最悪これ使って、いや何、無敵はある、無敵飲んじゃうか、変にあれで飛ばされてってなったら嫌だからな、まさか協力プレイになってるとは思えんかったけど、嘘でしょ、あでも幸せか、じゃあいいか、力はどんぐらい、あ2つかちょっと飲んじゃっか、やったやったドラゴンが助けてくれた、やった、なんかごめんうわやった、赤いじめすげえ、多分こういう戦い勝ち方多分全実況者だから初めてじゃん、ジャガクを倒したぞ、お待ってください待ってください、第2戦じゃないよね、ジャガクが消えたけど、女の子は？ええい、どうした？えい、あ、奥からトップが、わーい、え、もう飛ばされそう、あ、消えた、あ、だから食っちゃったんや、ここ、え、なに、沈む？沈む？なに、終わる？あ、浮く？浮いてる？沈んでる？土地？浮いてるな。お、浮いて？わ、すげえ。すげえ。天空のなんちゃらみたいな感じだ。おお。あと伝わるか分からへんけど、格闘の巌流島みたいな設定みたいな感じの。なんかね、なんか浮いてる島的な設定じゃなかったっけな、あの格闘のルールとして。まあ、分かる人だけ分かれば、いや。あれ、どうなってんだ、え、ちょっと、海ごと、あ、海ごと、あ、ほんまや。赤い試練、どこ、
雨、雨、やっぱり雨。あ、そういうことね。でもさ、海水じゃなくて、これまるで雲にいるみたいだ。っていうか、これってもしかして島ごとでっかい、じゃあ雨雲になって移動してるんじゃ。いたいた。気づいている。雨。どうした？え？ああ、降る降る降る。え、雨だって。え、嘘。かわいそうに。ひでり続きでとうとう幻覚が。雨が降るわけな。いやー、降った！これって、雨じゃ。ほんとの雨だ！やった！おー、めっちゃ降った！やったぜ！この雨が一斉に。やった！恵みの雨だ！うわ、すげえ髪の毛なってる。避難してくれ。井の頭さん、潰れだぞ。やったー！いや、女の人がすごい冷めてる。あ、どうも、僕です。いやー、やったぜ！いやー、すげえ降ってる。雨がすごい勢いで、内地降っている。赤石覚えてるか。徳之島に来るまで、干ばつに苦しむ人たちをすれ違っただろう。あの時、おにぎりを、おにぎりだけあげてお別れしたけど、俺らちょっと気になっていたんだよな。それで、つかし、まあ、これだけ降れば干ばつの地も潤うんじゃないかな。まあ、めっちゃ潤、まあ、喜んでるしね。あの雨であの人たちも喜んでくれるといいな。うん、どうした？見えんの？見えんの？雨に混じって。キラキラ？何？お、これは？ちょっと欲しいです。大判小判。あれが、待ってください。そのやつ聞いてないですよ。これは奇跡と言わず、何と言えば。マジで消えてるけど、小判。マジでそれは話が違う。本当にもう、何が何だか全くわけが、わかんない。開発、おお！エンディング！やったぜ！いやー、いやー、いやー、すごい苦労した。でも、思ったより、早めにクリアしたなっていう印象が あるんですけどね。某有名番組、ゲーム番組は、まあ、2日ぐらい、3日ぐらいなんか、ね、3日ぐらいかけてクリアしてた気がするんですけど、まあ、その、まるまるね。で、僕もトータルじゃ多分、1日ぐらいみたいな感じでクリアしたなって思いながら、まああれですね、まあ救出さシステムがあったからかな、救出システムがあったから30回からスタート してるんで、で、そうですね、ラスボスもね、おそらく皆さんが思っている戦い方ではなかったのは重々承知です。はい、まさかドラゴンが助けてくれるとは思いませんでしたけど、でもやっぱりね、やっぱさすが1000回遊べるダンジョン RPG っていうこともあって、本当にめっちゃ楽しかったです。キースイベントみたいなやつもちょくちょくやってたんですけど、毎回、ランダム違ったりアイテムが変わったりとかして、まあすごい楽しめたなって。やっぱりね、こうキャッチコピーは伊達じゃないっていう感じでしたね。で、まあちょくちょくキースイベントとか見てた時に、まあなんか別のダンジョンとかもあったんで、おそらくこの後もあると思うんで、はい、これからもね、やっていきたいなと思います。ね、正直忍者のこの謎もね、ちょっと忍者のこの謎もちょっとよく分かんないんで、あの子どうなったんやろな結局って思いながら、で結局宿屋のところの
宿屋のところの、なんだっけ、モンスターが来るようなところ、あれも、1個もやってないんで、まあ、それをちょっとクリアしていったらなと思います。はい。そろそろ終わりかな？まだ、まだか。で、合成の、ね、壺のやつはあったん、合成の壺とかそういう魔人は、いるっていう話聞いたんですけど、で、実際救出地に拾ったんですけど、やっぱり、救出の時に拾えるものってデータ化されないんで、やっぱり自分でちゃんとプレイしてやらなきゃいけないらしくて、それとかもね、集めていけたらなと思って、てか実況中に合成の壺でね、強いやつ合成していけたらなと思ってはいます。はい。あ、お、ど、ん、なになになに、なになに、一瞬なんか光ったような。え、なんか、待って、話が変わる。話が違う。声が動かない。えい、ショック。あ、落ちた。ええー、あ、終わった。え、ちょっと待って。え、ゲームオーバー。あ、終わり。え、続く？さて、いろいろ謎を残したまま、邪覚を倒した赤い試練たちだが、不思議のダンジョンの、わ、ま、うわー、そっか、ここから本番か。新ダンジョンやお話もまだまだ盛りだくさん。エンディングで明かされなかった謎や、海賊たちのお互いをめぐる冒険は待っているぞ。引き続きお楽しみに。やりましたよ。あ、幸せの腕輪が、ずっとつ、一回からやってた、幸せのツボがな、幸せの腕輪がない。いやー、1時間32分なんだっけ、トータルしたら。まあ、こんな感じか。そうだね、まあ正直ドラゴンのおかげっていうのがあれなんですけど、倒したモンスターもね、ちょうどいい感じに。いや、結構進んだんじゃないですか。だって14回からノンストップで、あ、なんか、あ、でもまだ会ってない敵おんねや。うわ、うわ、すげえ。おー、邪覚。こいつら、どっちかか。あ、やべ、押しちゃった。あー。じゃあ今回はここまでにしたいなと思います。いやー。ね、邪覚を倒して、で、まあ、次の、まあ、イベントがあるそうなので、ちょっと、楽しみにしたいなと思います。はい、で、今回はこ、あー、噛んじゃった。はい、ということで今回はここまで。それではまたお会いしましょう。それでは、さよなら。